どうもこんにちは、しゅんじです。今日は2月に発売されましたトミカ、こちら6台を見ていきます。まずは可愛いのからいきましょう。ドリームトミカナンバー165番、ドラえもん。これね、以前もね、同じ形出てて、僕ね、危なく古い方買いそうになった。この購入するときは番号ね、番号の方チェックしてくださいね。はい、パッケージの方はこんな感じ。これ後ろのところにこのね、秘密道具のイラストが書いてあって、可愛い。はい、箱はね、こんな感じとなってますね。では取り出します。はい、取り出して、車両はね、そんなに大きくない。袋大きいな、これ袋無駄にこれ袋大きいな。はい、落とさないように注意しながら、取り出して、ね、ドラえもんの体の色と同じ水色と、あと白色の塗装が、されてますね。で、フロントなんですけど、ドラえもんの頭になってます、ここ。もうすごい、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いね。ニコニコのドラえもんですね。で、この、バンパーっていうのが、これ、バンパーかな？このね、真ん中に鈴があって、可愛らしい。で、ホイールが、青色になってて、タイヤが白カラーですね。うん、すごいなんかおしゃれな感じですよね。で、ドアのところにドラえもんって書いてあって、あと鈴のイラストが書いてあって、アウターハンドルのね、形がね、かわいい。で、あとドアのヒンジなんかもあって、ほんと結構細かいね、作りになってますね。あ、バックガラスの形、ちょっとこう、くねっとこう曲がった形になってて、おしゃれおしゃれ。で、テールに、あと尻尾のところが赤色になってますね。はい。で、反対側のサイド、こんな感じ。で、右ハンドルになってますね。で、ルーフにはタケコプターがセットされてます。はい、これね、柔らかい。で、底面はこちらとなってますね。はい、ギミックにサスペンション機能がついてますね。このフロント部分のドラえもんのね、顔もすごい可愛いんですけど、まあ、全体的にね、車の形も可愛くて、なんかおしゃれな感じにね、作られてましたね。あとドア開閉機能とかあったらめっちゃ良かったんだけど。次はね、ナンバー160番の初音ミクを見ていきます。はい、ね、パッケージこんな感じ。可愛らしいね。初音ミクのイラストがここに書いてる。なんかキラキラした感じ、可愛いですね。で、箱はこんな感じですね。では取り出します。あ、これもなんか乗り物小さいね。なんかね、初音ミクが可愛らしいね。これヘッドホンですよね。ヘッドホンでなんかおしゃれな、乗り物に乗ってる。すごい。乗り物がね、黒色のテカテカで顔映っちゃうんで、ちょっと引き気味でごめんなさいね、これ。すみません。すごい、これスピーカーになってるんでしょうね。で、この、両サイド、ヘッドホン。この横がね、おしゃれ。この横かわいいね。このヘッドホンの色がかわいい。はい、くるっと回すとこんな感じで。で、後ろは特に何もないですかね。すごい、なんかテカテカしてますね。なんか、こう、マウスみたい、パソコンのマウスみたいな形になってる。初音ミクのフィギュアが、これね、運転席座ってるんですけど、取れない。なんか取れたらよかったんだけど、取れませんね、これ多分ね。で、ちゃんとね、ハンドルのところ手添えてて、すごい可愛らしいね、あの顔になってますね。で、くるっと回して、下、タイヤが3個あって、そう、これ下に置いてね、ちゃんとこうやって手転がしで遊べるようになってますね。もう飾ってもいいし、こう手転がしで遊ぶこともできるんでいいですよね。いや、本当にこの乗り物も可愛いし、あと、初音ミクのこの小さいフィギュアもね、すごい可愛かったですね。次はね、ドリームトミカライドオンディズニー RD-04 番のドナルドダック&スチームボートを見ていきます。いや、これね、今月僕結構楽しみにしてました。はい。で、箱の横こんな感じ。フィギュアをね、これ、乗せることができるようになってるようです。で、セット内容書いてますね。スチームボートと、あとドナルドダックのフィギュアですね。はい。では、取り出します。どっから開けるんだろう。めちゃかわいい船めちゃかわいい。で、ドナルドダックって書いてあって、はい、くるっと回すとこんな感じですかね。なんかカラフルな色でね、ドナルドダックカラーになってて可愛いですね。はい。で、ここにあのドナルドダックのフィギュアを、セットをすることができるようになってるようですね。で、下にね、タイヤが、透明のタイヤですよ。透明のタイヤがあって、下に置いてね、手転がして遊ぶこともできるようになってますね。次にね、ドナルドダックのフィギュアの方を見ていきましょう。はい。では、取り出して、サイズ小さい。サイズ小さいけど、形かわいい。めちゃ目クリクリですよ。
で後ろから見るとこんな感じ、頭動いて、あと、腕が動かせて足もね稼働するようになってますね。ドナルドダックのフィギュアをこれね、あのセットできるようなんで、セットするとね、ちゃんとこう、なんだろう、これ舵切ってる、これか当然ね、ドナルドのフィギュアをセットした状態で、こんな感じで手転がしでね遊ぶこともできますね。うん、なんか本当に遊んでもいいし、こう飾ってもね、こう可愛い商品ですよね、これね。次はね、かっこいい GTR3 台見ていきます。形なんかパッと見なんか同じように見えるんですけど、カラーが違うだけなのかな。早速ね、開けて見ていきます。まずは日産 GTR ニスモスペシャルエディションドリフトカラー仕様、スケールがね62分の1で、ギミックサスペンション機能がついてますね。GTR って書いてて、はい、こちらのカラー、白にねかっこいい、なんかカスタムペイントがされてる、GTR ですね。はい、トミカ日産 GTR コレクション2022って書いてます。はい、箱はねこんな感じですかね。ちょっと慎重に出したいと思います。よし、すごい色がですね、白色のスリーコートパールだ、これ。あの白のソリッドかなって思ってたんですけど、違いましたね、キラキラしてる。で、あとカスタムペイントがねこれされてます。ヘッドライトがスモークの入ったねクリアパーツになってて、あとねボンネットめっちゃかっこいいカスタムペイントになってる。でニスもあと日産って書いてあって、でこの、下のリップのところね、下のところね、あの赤色の塗装が入ってて、いやこの辺レーシでかっこいいですね。はい、で、サイドこんな感じ、ホイールはスポーツタイプの黒色になってますね。で、サイドのねこのフェンダーの造形なんかもねすごいレーシーな形になってて、であとこのアウターハンドルですねの、造形なんかもねよくできてて、下の方ね赤色のこの、塗装が、されてますね。このちょっと稲妻っぽいねこのカスタムペイントがすごいレーシーです。で、後ろには大きな羽があって、これね樹脂パーツですね。で、テールもね綺麗に塗装されてて、あとニスも日産って書いてあってね、 GTR もちゃんとここに書いてますね。でマフラーは4本出しですね。でこのリアバンパーのところもさっきと同じくこの下のところね赤色の塗装が、されてます。はい、で、反対側フューエルリッドがあって、で、カスタムペイントがされてますね。ガラスはねスモークの入ったガラスで、中、黒色の右ハンドルですね。運転席誰も乗ってないですね。はい、で、ルーフ、まあ、特に何もないです。パールがねすごい綺麗ですよね。はい、で、底面です。ナンバー78番、スケール62分の1って書いてますね。ギミックにサスペンション機能がついてます。次はね日産 GTR ニスモスペシャルエディションステルスグレー仕様を見ていきます。これ実写でもなんかありませんでしたっけ、なんかめっちゃかっこいい色でしたよね。スケール62分の1、サスペンション機能がついてますね。はい、箱の方はこんな感じですね。で、この下は同じかな、同じですね。で、サイドがこんな感じとなってますね。すごい、これはあのメタリックとかは入ってないんで、ないんですね。ちょっとステルスグレー仕様ということで、ソリッドですよこれ。なんか青みの入ったちょっとグレーカラーみたいな色なんですかね。めっちゃ変わってる。で、ルーフと、あと、ボンネットは、ガンメタカラーになってますね。クリアのね、光沢感はないんで、艶消しなのかな？この車両はね、ヘッドライトクリアパーツなんですよ。あの、さっきのはスモークが入ってたけど、これはね、クリアパーツになってますね。で、真ん中に GTR って書いてあって、で、フロントバンパーの形とかは？さっきと違うかな、同じだと思うんだ、同じですよね。うん、同じですね。で、このリップのところね、あの赤色の塗装がされてて、で、ボンネットは、ガンメタカラーですよね。いや、綺麗な色ですね。で、ホイールはさっきと同じ、黒色のスポーツタイプになってて、で、フェンダーのところね、かっこいい。ここもガンメタかな、ガンメタカラーになってますね。うん、なんかサイドね、カスタムペイントしててもかっこいいとは思いますけど、この何もない状態でも十分かっこいいですよね。で、この下のところ赤色の塗装がされてます。はい。で、くるっと回して、後ろには大きな羽があって、あとテールもね、綺麗に、ちょっと、ワインレッドのようなね、あの、深い赤色になってますね。で、日産のマークがあって、あと、ニスも GTR ってここにね、書いてますね。マフラーは4本出しです。
はい、で反対側のサイドこちらですね。いやー綺麗な造形してますよね。これ本当にかっこいいな。ガラスはねスモークの入ったガラスになってて、中右ハンドルで黒色で、ルーフが、ガンメタカラーですね。はい、で、くるっと回して、ナンバー78番スケール62分の1です。次はね、日産 GTR ニスモスペシャルエディションゴールドカラー仕様を見ていきます。スケール62分の1、ギミックサスペンション機能ですね。はい、パッケージこんな感じ。このゴールドがもうギラギラなのかどうなのかっていうのがすごい気になってます。はい、サイドねこんな感じです。キラキラしてたら嬉しいけどちょっと顔映っちゃうんでね撮影するのには困っちゃうんだけど、あよかった。ね、あのメッキ調とかではないこれ。はい、では取り出して、はい、ね、カラーの方がゴールドの、これはねパールも入ってるかな、パールとメタリックもなんかちょっと入ってそうな気がするんですけどね、すごい綺麗な色になってる、ゴールド仕様ですね。メッキではなかったですね。で、ルーフと、ボンネットが、ガンメタカラーですね。ヘッドライトクリアパーツになってますね。で、ボンネットガンメタですよ。これいいですよね。で、GTR って書いてあって、あとフロントバンパーのね形とか、まあその辺の造形はさっきまでと同じですね。いやゴールド仕様いいねこれ。なんか想像以上に良かった。もっとこうメッキ調っぽくてギラギラしてるのかなって思ったらそうでもないですねこれね。はい、でホイールは、スポーツタイプの黒色ですね。でこのフェンダーのところね、あのガンメタカラーに塗装されてまして、で、横はこんな感じ。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗なね塗装になってる。で、後ろに大きな羽があって、テールの塗装も綺麗ですね。ゴールドカラー仕様もね、後ろから見てもね、かっこいい。なんか、もっとこう、ちょっと違和感あるかなって思ってたけど、そんなことないっすよね。はい、で、反対側のサイドはこちらですね。で、ガラスはスモークの入ったガラスで、中は右ハンドルの黒色で、ルーフはガンメタカラーとなってますね。いや、クリアもね、テカテカしてて、本当に綺麗な塗装になってますね。はい、底面こちらとなってますね。でギミックに、サスペンション機能がついてます。新車 GTR3 台並べるとこんな感じですね。いやもう3台ともね、あの形は全く同じなんですけど、もうカラーが違うだけなんですけど、なんかやっぱり雰囲気変わりますよね。いやこの3台の中だったら、いやどれがいいかな、やっぱ僕ステルスグレー結構気に入ってますね。うん、この色かっこいいですよね。ゴールドもなんか思ってたよりなんか違和感なくて良かったですけど、もっとねメッキ調っぽくてギラギラしてるんじゃないかなって思ってたけど、そんなことなくてね、すごいなんかこうもうちょっと上品なね色になっててかっこよかったですね。せっかくなんで後ろからも見ておきますね。個人的にね、あの GTR 後ろから見るのが一番好きですかね。うん、テールの形が本当にかっこよくて、うん、なんかいいですよね。後ろ好きです。こちら2月に発売されましたトミカ、6台見たんですけど、まあ、GTR はねもう形も安定してあのレーシーでかっこよくて、またカラーもね3種類あったんで、まあ、楽しめるようになってましたね。でドラえもん、あのね古い番号のやつもまだお店に並んでたんで、購入される方は新しいのとね古いの間違えないようにしてくださいね。番号の方だけチェックして買ってください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。